ケルン・アーヘン高速線は、ヨーロッパ横断交通網計画のパリ・ブリュッセル、ケルン高速線を構成する高速鉄道路線の一部で、ある。しかし、ケルン・アーヘン間は新しく建設された、高速新線ではなく、既存の在来線を大幅に改良した区間で、ABS 再作り路線である。タリスや、アイスなどの高速列車が走行する。 1841年に、ライニッシュ鉄道ライノシュアイゼンバーンとして、開業した区間である。路線延長は7 0トルあり、ケルン中央駅から S バーンも走るデュレ駅までの4 0トルは、複々線化された。既存の在来線を高速列車用に改良し、並行して S バーンや、速度の遅い列車用に新しく複線の軌道が、敷かれた。 2003年12月に、デュウエレニ駅までの区間が開業し、ABS としては、初の時速250キロメートル運転が開始された。デュエレン駅からアーヘン中央駅までの区間は一部で最高時速200キロメートル、他は時速160キロメートルで速度の遅い区間も、混在するが、近い将来高速化の計画がある。 アーヘンベルギー国境の区間での障害はブッシュトンネルである。このトンネルは1838年にまで遡る。電化された時、トンネル内の利用できる場所が単線のみで最高速度も時速 40km ととても貧弱な状態であった。現在、並行して単線の新しいトンネルが建設中である。新ブッシュトンネルが開通すると、 現在のブッシュトンネルは改良のため一時閉鎖される。改良工事が終われば、両方のトンネルで時速160キロメートルの運転が可能となる。この路線は、その後、ベルギーの高速鉄道路線である HSL3 に接続し、ブリュッセル方面に続いていく。基盤整備のために、2010年までに東路線には9億5170万ユーロが投資される。 2005年までにはトンネル建設を含め7億6980万ユーロが費やされた。ありがとうございます。